単一電子トランジスタはトランジスタの位置形式。従来のトランジスタの構成パーツであるゲート長が数十ナノメートルになると量子的な性質が極端に現れてくるので現状の MOS フェットでは演算素子としての機能を果たすことは困難であると考えられる。そこで量子の世界に特有なトンネル効果などの現象を利用して電子を一つ一つ制御して様々な演算を行う。 単一電子トランジスタが新たに提案されている。セットでは量子ドットが重要であると考えられ、理論的には今よりはるかに高性能で低消費電力なコンピュータの実現が期待される。3つの電極を備える電解効果トランジスタと類似の構造だが、微細な大きさの空論等に存在する電子のトンネル効果を止める空論ブロッケードと呼ばれる効果を利用しているため、 作動原理は異なる。室温で空論ブロッケードを起こさせるためには空論灯の大きさをナノメートルサイズにする必要があり、室温で動作する個々の単一電子トランジスタで論理回路を形成するためには微小な配線で接続する必要があり、これが課題となる。さらに集積度が向上して単一電子トランジスタ間の距離が50ナノメートル以下の場合には今度は 個々の組織間で起こる電子のトンネル効果の問題が浮上する。ありがとうございます。